まり無理やりやったらあのホワイトさんからほどほど一番最初のファーストコンタクトで相手の軸潰してたらこれでも倒せるからでも最初と比べたらだいぶ費用となるのかな。うん。遅めてな。出てくる。消えてない。これか。ゆっくりゆっくり。あんまり喜ばないな。最初の段階で潰すね。でこうやったら止まるよねみたいな。これが。なんだっけ。まあでもね。こんな柔らかいやつ。ここは。これとこっちの手にばっかり頼ってるよ。俺は中心崩すっていうこと全然主眼にないから技かかる。違う違う違う。違う違う。ともやと高木を見ときはこれこんな柔らかいやつな。ふにゃふにゃ。こんなんなるやん。ふにゃふにゃ。これでも正しく相手の軸取ってれば。楽しんでいやもちろんこれはこうしなるよ。しなるけど一番最初のファーストコンタクトからですもう多分こっから先のふにゃふにゃのとこでもいける自信がある、うん、ここで切ろうとかでも大体の軸意識してるからこれ手でゴムかぶってしてる。ずれた。あれじゃん。もうずれた。うん、かった。そっち、どっちなんだよ、できてんの。座ってみて力任せに攻めるとこう折れてしまうのな。最初の膝の動きの段階で相手の軸を崩してしまうの。こうもちろん物が物だけで意識して倒れんようにしてやろうとか思ったらある程度取り返したりもする。